藤ジュニアが代表復帰の本音をぶっちゃける。代表復帰は本当に嬉しいですし、チームに貢献したいなという気持ちでいます。自分がいない代表は中村敬斗がいたのものあり、シンプルに応援していたと語った。また、再び戻れるか不安の気持ちはあったかと聞かれると森保さんとはコミュニケーションも取っていたので、うまくやれていたのかなとは思いますと、密なやり取りがあったと明かした。伊藤が代表を選外となった3月、6月シリーズで森保監督は彼を守るために招集しなかったと発言。伊藤はいろいろ言われることもあると思うんでそういうのをいろいろ考えて、そこは話し合ったと、互いに苦渋の決断だったとした。代表復帰できてよかったよ、森保は味方だったんだろ最初から。森保は残しがってたみたいだし結局はスポンサーに協会が負けたんだろ。田島が選手選考は森保の判断って言って責任なすりつけてたけどほんと協会って腐ってるんだろうな。協会やスポンサーもそうだが、特にファンの側が推定無罪の原則を理解して冷静な判断ができるようになることが必要。身長のあれさえなければアジアカップ優勝してた FIFA ランクはもっと上になってた。素人的には伊藤、三笘、久保、遠藤、冨安が揃うのを見てみたい。今回は冨安離脱でまだ一度もないよね。不倫が発端だからね。風俗で済ませるなど批判されない方法で解消すべきだった。脇が甘いと言われても仕方ないし、模範となる行動とは言えない。貴重な時間を代表から外されたんだ。何億単位で慰謝料請求すべき。森保は本当に選手思いなんだろうな。